こんにちは、3月11日木曜日の現在時刻が11時50分でございます。現在私がいるのはですね、福島県いわき市四つ倉海水浴場というところに来ております。僕が邪魔ですね。ここはもちろん海水浴場で綺麗なね浜なんですけれども、こちらもまあね311の時津波に襲われました。当時10年前もねもちろん来てます。その頃にはちょっと荒れ果ててました。で今日はですね、僕はこの四つ倉、思い出があるのでちょっとここで2時46分を迎えたいなと思っております。いわき市のですねホームページを見るとですね、このいわき市市内にある各消防署でですね、その2時46分に、追悼黙祷のねサイレンを鳴らすということなので、あちらにね消防署があるので、あちらで多分サイレンを鳴らすんじゃないかなと、その音と同時にねちょっと黙祷しようと思っております。今日は四つ倉から動きません。そして、黙祷が終わりましたら名古屋に向けて帰りたいと思います。今日はそんな感じで、あともうこの四つ倉2日目の動画でね、通過しましたということだったんですけれども、今日は、道の駅四つ倉営業してますので、ちょっとねご飯なんか食べたりお土産買ったりしようかなと思っております。道の駅四つ倉港、ぜひ福島へお越しの際、浜通りをドライブなんかする際は四つ倉港を寄ってやってください。四つ倉海水浴場も非常に綺麗です。ぜひ四つ倉港にお寄せください。よし、お弁当いただきます。エビフライと唐揚げ、あとなんか貝が乗った炊き込みご飯みたいなやつですね。いただきます。道の駅のフードコートがあるんですけど、そこでね食べようと思ったんですが、お昼時ということもあってもうお客さんであふれ返ってましたね。なので1階のお弁当売ってるところあったんで、そこで買ってきました。めっちゃうまい、めちゃうまいな、貝うま、うん、炊き込みご飯うまい、唐揚げもでかい、そしてエビフライもでかい。
東日本大震災から10年が経ちました。ここに皆さんと共に震災によって亡くなられた方々とそのご遺族に対し深く哀悼の意を表します。10年前の今日、東日本を襲った巨大地震とそれに伴う津波により2万人を超す方が亡くなり行方不明となりました。またこの地震に伴う津波や原子力発電所の事故により多くの人々が避難生活を余儀なくされました。この震災の被害の大きさは忘れることのできない記憶として今なお脳裏から離れることはありません。あれから10年、数多くの被災者が想像を絶する大きな被害を受けながらも共に助け合いながら幾多の困難を乗り越えてきました。また国や全国の地方自治体160を超える国地域や多数の国際機関、大勢のボランティアなど国内外の多くの人々がさまざまな形で支援に力を尽くしてきました。私も皇后とともに被災地を訪れてきましたが、関係者の努力と地域の人々の協力により復興が進んできたことを感じています。これまで復興に向けて歩んできた多くの人々の尽力と歩みない努力に深く敬意を表します。一方で被災地ではまださまざまな課題が残っていると思います。復興が進む中にあっても新しく築かれた地域社会に新たに人と人とのつながりを培っていく上では課題も多いと聞きます。家族や友人など親しい人を亡くしたり、あるいは住まいや仕事を失い地域の人々と離れ離れになったりするなど生活環境が一変し苦労を重ねている人々のことを思うと心が痛みます。また原子力発電所の事故の影響により人々が未だに自らの家に帰還できない地域や帰還が始まったばかりの地域があり、農林水産業への風評被害の問題も残されています。高齢者や子どもたちを含め被災された方々の心の傷を癒し心身の健康を見守っていくことも大切であると感じます。今後困難な状況にある人々が誰一人取り残されることなく一日でも早く平穏な日常の暮らしを取り戻すことができるように、復興の歩みが着実に実を結んでいくよう、これからも私たち皆が心を合わせて被災した地域の人々に末永く寄り添っていくことが大切であると思います。私も皇后とともに今後とも被災地の方々の声に耳を傾け心を寄せ続けていきたいと思います。先月にはマグニチュード7を超える地震が福島県沖で発生しました。被災された皆さんに心からのお見舞いを申し上げます。この地震は東日本大震災の余震と考えられており、このことからも震災を過去のこととしてではなく現在も続いていることとして捉えていく必要があると感じます。我が国の歴史を振り返ると巨大な自然災害は何度も発生しています。過去の災害に遭遇した人々が
その都度後世の私たちに残した貴重な記録も各地に残されています。この度の大震災も大きな犠牲のもとに学んだ教訓も今後決して忘れることなく次の世代に語り継いでいくこと、そして災害の経験と教訓を忘れず常に災害に備えておくことは極めて大切なことだと考えます。そしてその教訓が生かされ災害に強い国が築かれていくことを心から願っています。今なおさまざまな困難を背負いながらもその苦難を乗り越えようとたゆみない努力を続けている人々に思いを寄せ安らかな日々が一日も早く戻ることを皆さんと共に願い御霊への追悼の言葉といたします。今黙祷が終わりました。そして今車に戻って、追悼式典のね天皇陛下の言葉も聞くことができました。帰ります。もう大丈夫大丈夫、帰ります。福島ありがとうございました。4日間でしたが、非常に充実した楽しい時間を過ごすことができました。また来ます。福島最高。頑張って、これから一緒に頑張って。よし。